皆さん、今日はですね、三國ダブルバーガーを作ります。ダブルバーガーです。ダブルバーガー。ね。フランス語で、アンブルグ・グルマン・三國。ハンバーグのことを、ハンバーガーってフランス語ないので、グルマン・三國。ね。ダブルバーガーでございますので、M さんに対抗して作ってみたいと思います。では、ザルでーす。お、ステーキ。これは、アンガス黒牛肩ロース、639円でございます。今日これを使います。塩、胡椒。胡椒は黒い胡椒を使います。で、ナツメグで香りをつけます。そして今日はバーガーはですね、よくコンビニに売ってるバーガーでございます。そしてバターを塗って、トーストをします。で、付け合わせは、玉ねぎ、トマト、ピクルス。そしてチーズはですね、今日はラクレットね、のスライス。これチーズはお好みで結構です。今日はちょっとリッチにラクレットの、チーズを用意して、そしてレタス。ね。で、ナッペするのはですね、マスタード。なければからしでも結構です。マヨネーズ、ケチャップ。ね。全部混ぜておきます。マヨネーズに。あまりべちょっと混ぜないで、後でこれ塗りますので。まあ、さーっと。こんな感じで混ぜておきます。そして、このバーガーにですね、エルチキは別売りだよでございます。これにバターをね、たっぷり。で、これトースターでね、焼いておいてください。あれだ、バターをたっぷり。これもなんかね、もうすでにカットされてるらしいですよ、皆さん。ね、便利ですよね。はい。で、これはトースターで、これから焼き上げます。玉ねぎはですね、お肉と一緒に一度、焼きます。そして付け合わせのトマト、皮付きです。で、お好みでたくさん乗っけたい方は乗っけてください。そしてピクルス。これ斜めに切っておきます。レタスはちぎってそのまま乗っけます。そしてチーズ。はい、こういうふうにカットしておきます。はい、お肉をカットします。フランスはね、ビアンドアシェって言ってハンバーグっていうのはね、フランスではないので、ビアンドアシェって言って、このね、油のところもね、もし気になる方は、こうやって油も取ってください。お肉を。大体ね、フランスではこうやって、これに塩コショウしてね、ビアンドアッシェって、ハンバーグみたいな、ステーキアッシェって言うんですけどね。こうやって、細く。よいしょ。結構筋があるのでね、これも、まな板を切るようにして。そうしましたら、ボウルに入れて、はい。分量のお塩と黒い胡椒を使います。ちょっと強めにね。そして、ナツメグで香りをつけます。ちょっと多めです。ね、皆さんもうね、これだけでこれで日本のハンバーグのようにね、
合わせないんですよ。ビアンドワッシェって言ってね。このね、油の気になる方は油取っちゃってください。油も美味しいので。で、これを2個ね。2個焼き上げます。最初強火で、サラダオイルも今日オリーブオイルを少し使います。お肉を丸めてハンバーグのようにね。これはもう完全にね、火を、お肉ね、火を通してください。牛でね、ミディアムとか、ミディアムレアじゃ完全に、これ火を通します。焼き上げます。はい、強火です。焼き色をつけて、両面ね。そして中火で、完全に火を通します。まあ、2、3分ですね。ずっと強火です。強火で1分経ちましたので、ひっくり返します。お、これね、つなぎが入ってないので、皆さんね。結構、よし。あとはこれでね、中火にして、何度かひっくり返して、火を完全に通すとします。そうしましたら横にですね、玉ねぎは一緒に焼いてください。はい、もう一度ひっくり返します。よいしょ。これね、つなぎが入ってないので、デリケートに。そうですね、皆さん、僕ね、さっきね、3分って言いましたけど、火を弱めて、5分ぐらいですね。この、鉢の赤くなったところも、こう、こうやって寄せて、焼いてあげてください。玉ねぎもひっくり返します。5分経ちました。もう一度、まだ、焼き火です。よいしょ。ゆっくりね、よいしょ。両方を、火が入りました。玉ねぎも、出来上がってください。はい、そうしましたら火を止めます。チーズはね、これ1枚でもいいんですよね。今日はリッチに2枚。フライパンの上に、乗っけておいてください。はい、それでは、まず、マヨネーズとケチャップとマスタードをペチョッと塗っていただいて、トマト、ピクルス、オニオン、玉ねぎの焼いたのですね。これ結構美味しいので、ちょっと押し付けて、キュッと。そしてお肉、キュッキュッ。ほら、ずれてる。この上にまたソース、ピチャッと。トマト、ピクルス、
止まらない。お肉最後にソース。そして上に乗っけて竹串ザクッと。あ、皆さんちょっとね、欲張って全部乗っけましたけど、なるたけ皆さんこれね、2個に分けます。はい、出来上がりです。はい、ダブルバーガーね、ワンバーガーなんですけど、お肉がね、結構量が多かったので、皆さん、2つにね、していただいて、食べてますが、まあね、これでもかなりいけそうでございますけど、それでは、よろしいでしょうか。いかしていただきます。めちゃくちゃ美味しいです。ダブルってもう一個作ってダブルにしてください。バーガーって言えばコカ・コーラが、今日はですね、横浜だが、ね、横浜の地ビールでございます。横浜のスカイビルに三国横浜ってお店もありますので、ぜひ、バーガーを置いておりませんけど、横浜ラガー。ああ、すごく、苦味が効いて、これ、明治時代に日本で、明治時代ですよ、皆さん。明治に、横浜で日本で初の、ビールが横浜でできた、ということで、横浜ビール、僕も知らなかったです。初めてです。ね、苦味がもうなんかなんかみかんかなんかね、柑橘の香りもします。なんかそれとこのダブル、ダブルです。どうぞキャンプとかね、なんかお休みの時にワイドに、ぜひ楽しんでみてください。グッドです。